まあ、今になって移住した決め手とか、まあ、旭川に決めたい決め手というのを配信したかというと、まあ、実際私自身ちょっと移住して5ヶ月、もうすぐ5ヶ月になりまして、まあ、いろいろやりたいこととか、暮らしてみて、ちょっと、まあ、自分がなんで移住したのか、移住して何をしたかったのか、まあ、どういう生活がしたかったのかというのを自分自身ちょっと振り返ってみたいなというふうに思って、ちょっとまあそういった意味もあって、改めて、こういった動画を撮らさせていただきました。まあ、実際移住したことを、もちろん後悔してませんし、楽しく過ごせております。まあ、旭川に決めてよかったなとも思っております。これからね、まあ、厳しい冬もあると思いますが、もっともっとたくさん魅力を配信していきたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。旭川市地域おこし協力隊の伊賀地です。今回も近所の公園で撮影しております。ここは東港ふれあい公園という公園になります。まあ、以前動画で配信した公園にもなりますが、ちょっとご覧ください。まあ、後ろにすごい長いローラー滑り台が見えますよね。まあ、それ以外にもたくさん遊具ありますし、すごいこういった広い公園になります。はい、で本日は、9月19日18、19、20と3連休となる日の中日になっております。非常にいい天気で暖かいです。まあ、でもやっぱり旭川市この時期になると、まあ天気が良くて暖かくても、まあ、22、23度ぐらいになるので、まあ、上着がないと少し肌寒く感じます。はい、それでは今日は、ここから配信しますのでよろしくお願いします。はい、ちょっと今場所を移動しました。で日差しが、ね、強かったのでちょっと場所を移動しまして、まあ、こういう屋根があるところ、でも景色はすごいいいです。はい、で今回配信するのは何ですかね。私がその移住先を旭川に、まあ、決めた、その決め手というもの。これ最初の方の動画できっかけとか、なぜ旭川でしたかというところは配信しているんですけども、まあ、なのでちょっと内容が重複してしまう部分もあると思うんですけども、特にその決め手の中でも、特にこれが一番の決め手だというものをお話ししたいと思います。で、本当に旭川のいいところたくさんあるので、本当に、まあ、決め手もたくさんあったんですけども、その中でも特に大きいもの3つ挙げますね。まず1つは空港が近い。これ何度もね私このお話ししているんですけども、まあ北海道に空港たくさんあるんですけども、まあその中でも旭川空港、ここは本当に旭川市の中心からも非常に近い距離になります。北海道というと札幌がすごいね、まあ馴染みやすいとは思うんですけども、新千歳空港は札幌にはありません。結構ね、空港から距離があります。でも旭川は空港から非常に近い。私の住む家からも、家からだと30分ぐらいで行けます。まあ何か、まあ、実家がある千葉県とかに戻るときは非常に助かります。
なんでこれがね、まず大きな理由として挙げさせていただきます。で、もう一つは、もう一つ、ちょっと待ってください。結構ある中で大きな理由というのが、あ、そうそうそう、病院が多いというところ。旭川は本当に大きな病院、小さな病院もたくさんあるので、何かあった時に安心はできると思います。で、これを挙げた理由としましては、私の奥さんの実家は北海道のある町にあるんですけども、うちの子今3歳なんですけども、子供を出産する時、ちょっと自分の実家のある町にはそういった病院がなかったので、結局旭川市の病院まで入院して子供出産しました。入院できたから、できた時点では安心したんですけども、入院するまでは何かあったら結局その何時間もかけて旭川に行かなきゃいけないのかと考えると、やっぱりあまりにちょっと病院もないような町だと少しリスクが大きいかなと思っておりまして、そういった意味で旭川市は非常に病院もありますし、夜間とか休日に対応する場所もしっかり確保されておりますので、今子供が何か休みの日とか深夜に怪我したりとか病気になった時も安心できます。はい、うちの子供です。はい、今ちょっとで子供が来てトラブルが起きましたので、改めて2つ今お話ししましたと思います。空港が近くにあるということ、病院が、大きな病院も含めて病院が多いということ、そして最後3つ目は物価が安いということになります。旭川市、北海道の第二の都市となりますので、おそらくもっともっと物価の安い地域はたくさんあるとは思うんですけども、それでも千葉県で家を建てようとしていた私にとっては非常に安いです。家賃にしても千葉県にいた頃よりも広い家で、それなのに、家賃が毎月3万円、だいたい3万円安くなっておりますので、そう考えると、いいかなと思っております。もともと移住を考えたきっかけが、一軒家を建てようとしたことなので、物価が安い地域じゃないと本当に意味がないというところで考えておりました。また出てきちゃった。また。15時になってます。よし、はい、遊んでおいで。また出てきたんだよね。はい、こんな感じで以前もね同じような話しましたけども、旭川に移住を決めて3つ簡単ではございますが紹介させていただきました。ちょっと今回の動画はねどうかわかんないんですけども、最後までご覧いただきどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。はい、なんか今思うと、その旭川に決めた、移住した大きな決め手というのが、空港が近くて病院がいっぱいあって、で物価が安いというところになってしまったんですけども、確かに正直私自身旭川に来てからの方がなんかすごい、こういった公園もそうですし魅力をたくさん発見して、なんか思っていた以上になんか楽しんで生活しているなという、そういう気がします。なのでちょっと頭を整理してみないとあれなんですけども、今度は配信したいと思うのが、旭川に
まあ、その来る前の旭川のイメージ、あと実際に旭川に来てからのイメージ、まあ、そういったものもちょっと一回整理して、まあ、どう変わったかなというところも、せっかくなので配信していきたいと思います。